をいただきましたので、12番池田博樹の一般質問を始めさせていただきます。4月の改選を受け、旧庁舎での、改選後初の臨時議会が開催され、会派をはじめ各議員の常任特別委員会の所属も決まり、今定例会は新庁舎での開催と、我々も50年に一度の経験をさせていただきました。我々も改選でしたが、年末には市長選挙もあります。小松市長も出馬の表明をされたわけですが、4年間二元代表制の意義とチェック機関の機能をしっかりと果たすべく、気持ちも新たに頑張ってまいります。今回大きくは市政運営について通告をいたしております。重複する点は極力割愛させていただき、重複がないところはしっかりとお尋ねをいたしますので、よろしくお願いいたします。まず新庁舎が開庁し、5月7日に開庁し、約1ヶ月が経ちました。先の質問でもいろいろお尋ねがあっておりましたけれども、まず、入った時にですね、かなりオープンなスペースということで、若干のこう威圧感を私は感じたところです。で、まあその中にですね、丁寧なご案内と、とありまして、落ち着いて対応ができるんですけれども、ホールにおいて、番号札が配られます。私は市民ホールにおいても、その番号通知が分かるのかなと思いながら市民ホールの方で待っておりましたけれども、待合室のところだけしか、分からないということでしたので、若干そういうところまでこう配慮が必要かなと思っておりますけれども、さまざまな市民の声があると思いますけれども、市民の皆様の声を受けて、改良する点、良かった点もたくさんあると思いますけれども、改良する点もあると思いますけれども、その点について今後どのように対応されるのかお尋ねをいたします。水町総務部長。新庁舎がオープンしましてからの市民の皆様のお声ということでございますけれども、窓口テーブルや、内部空間の色合い、あるいはデザインが良いと温かみを感じますというお声、それから2階3階の語らいどころにありますクスノキのテーブルの香りが良いといったお声、それから階段等の健康サインや3階の健康ステーションなどの健康づくりを意識したところのは好評であるというふうに受け止めております。市民ホールでは勉強や休憩、食事スペースなど特によく利用いただいておりますけれども、エレベーターの利用時間や業務終了の表示などが分かりにくいといったご意見ともいただいているところです。皆様方のご意見をもとにですね、逐次改善につなげていきたいと思います。それから先ほど、市民ホールの待ち合いについては、分からなかったというような議員さんの声、ご意見ございましたけれども、必要に応じまして呼び出し機を渡して対応しているところでございます。議長12番、12番池田議員。呼び出し機を渡されて対応されていると、ちょうど私が行ったときにですね、たまたまこう多くてですね、待合のところが座れない状態だったので、私もその呼び出し機のことを知らずにですね、くださいと、貸してくださいということをお伝えすればよかったんですけれども、そういう周知のあり方もですね、今後、徹底をしていただきたいと思うのとですね、今回新しくなったこと、新しい庁舎になったことによりですね、環境の変化がかなり起きていると思います。オープンスペースになった分ですね、こう職員の方も
そういう中にですね、先ほど申されました健康スポット、ここで職員の方々も、試されたことが、市長試されましたか、健康チェック、ストレスチェック、あれ結構ですね、ゲーム感覚でですね、できるんで、こういう表がですね、出てまいります。皆さんもぜひ、お試しいただいてですね、健康管理に努めていただきたいということと、職員の皆さんの、今後徹底した健康管理、またストレスチェックに関しても、行っていただきたいと思いますが、この点についてはいかがでしょうか。水町総務部長。職場環境も変わっておりますので、職員にもストレスが発生しているものとは思います。職員の健康状態には管理職を初め全体で気をつけたいと考えております。それから心理カウンセリングやストレスチェックなども実施をしておりますが、職場環境の改善についてはできるだけ配慮していきたいと思います。池田議員、さらなる健康管理に、よろしくお願いいたします。次にですね、高齢者の生きがい元気づくりということで、通告をいたしております。3億円、高齢者福祉パッケージについてということでお尋ねを、通告を出しておりますだけれども、先の議員さんたち、たくさん聞かれておりましたので、経緯とかですね、内容について、そして手続きについてはですね、お尋ねをされておりましたので割愛をさせていただきます。その中にですね、本当に、松井陽介議員さんの方も、対策ですね、行けない方、取りに行けない方とかそういう対策をしっかりと講じていただきたいということをおっしゃられていたので、私もそこをしっかりと対応していただきたいと思います。そして達者化商品券においてですね、これ1人で2つを購入できると、5000円分で7500円のプレミアムがついているやつを1人2セット買うことができるということでお聞きをしておりますけれども、これ全、対象者分準備をしてあるんでしょうか、お尋ねをいたします。岩瀬福祉部長。お買い物券の券ですけど、他社が商品券の全対象者8000名に用意してやるかという問いですけど、それにつきましては必要枚数を発行するようにしております。伊藤順次。12番池田議員。はい、必要な分準備をしてあるということで、できるだけですね、行き渡るように、考えていただきたいと思います。そしてですね、お出かけ応援券についてなんですけれども、今年度の対象者が8171人ということで、お聞きをいたしております。でこれですね、このお出かけ応援券を、創設した、経緯についてお尋ねをいたします。岩瀬福祉部長。このお出かけ応援券のを考案するにあたった経緯ということですけど、まず、
何度も言っていますけど、武雄市は高齢者の元気が町の元気ということで、できるだけ多くの方が、多くの高齢者の方が出て、家を出てたくさんの人と触れて触れ合いをしていただいて、認知症の予防とかそういう形での元気な高齢者をたくさん作る、そして、武雄市を元気にするということで、そのきっかけ作りになればいいということで、この お出かけ応援券を創設し、数多くの方に、いろいろ出ていただくという方向で、このチケットを用意いたしました。20番池田議員。高齢者の生きがい元気づくり、重点施策ということで市長も遠国の方で、言っておられました。以前ですね、敬老祝い金がございました。で、予算ベースで言って1500万かかっていたのが、5歳刻みの分を80歳、90歳、100歳と、80歳には5000円、90歳には1万5000円、100歳には5万円ということで、5歳刻みを10歳刻みに直したところ、750万円の削減というかですね、につながっております。で、元気づくりということで、この敬老祝い金を、また5歳刻みで復活せろとか、復活させてくださいとか、そういう、ものじゃなくてですね、今回、市長のご提案で新しくお出かけ応援券が創設をされました。で、今回は75歳以上の対象者に全員配るということなんですけれども、来年度から75歳になられる方に対してですね、これも平等というかですね、公平感を持った施策であり続けるために、来年度から75歳になられる方にですよ、創設していただくことはできないかということなんですけれども、750万が削減されました。来年度以降、来年度ですね、対象になられる方は496人でございます。この、496万円という額には、多少なりとも減額の範囲内には入っていると思いますけれども、この来年度から75歳になられる方に創設はできないかということと、私、この今回の3億円高齢者福祉パッケージについては単年度事業だと認識をしておりますので、できればこれができないか お尋ねをいたします。岩瀬福祉部長。今議員提案の75歳到達者に、お祝い金をという話でしたが、今回お出かけ応援券、並びに達者化商品券につきましてはですね、高齢者の方のお祝いという捉え方をしておりません。私ども高齢者のですね、よく高齢者で、使われる教養と教育ということで、高齢者が教育行く用事を作ること、それで行くところを作ること、これが、日頃の認知症予防につながるということで、そのきっかけ作りをしたつもりでございます。で、先ほど言われたようにお祝い金という、ものの目的が違いますので、同じテーブルで、やるという考えはございません。それと、今年度限りというふうな、言われましたが、まだ、実施してばかりですので、今後そういうのを、利用状況等々を含め、検討をしていきたいというふうに思っています。12番。私もですね、敬老祝い金という位置づけでは考えておりません。で、また、そういう考えのもとに売ってるんじゃなくて、75歳に今後ですね、今回は配られる、来年からはない、この75歳になった時の、公平性を平等性を考慮した時にですね、75歳にこのお出かけ応援券を創設できないかということでした。今検討をしますということでしたけれども、再度お尋ねをいたします。創設できませんか。小松市長。
75歳の方に、お出かけ応援券をという、そういうことをご提案だというふうに、考えておりますけれども、その75歳にという、ことでは、まず、現在考えておりません。そしてですね、今回、お出かけ応援券は今日ちょっと行く用事があると、でしかしこう、移動手段がないというような時にぜひ使っていただきたいなというふうなのがやっぱり最初の、思いでありまして、これについてですね、今年度実施をして、そして、その効果とか、反応、これを、見ていきたいと考えております。12番池田議員。私、75歳に限定して今、お考えを申し上げましたけれど、きっかけ作りと、今日の移動手段のきっかけ作り、これは必ず続いていくと思いますので、反応を見て、さまざまな施策として、取り入れていただければと思います。よろしくお願いいたします。続きまして、この3億円福祉パッケージの中にも、いろんな施設整備の、が入っておりました。今回この施設整備の対象とならなかった施設もあると思いますけれども、今回ならなかった施設に対しては今後どのように対応されるのかお尋ねをいたします。岩瀬副支部長。今回3億円パッケージで高齢者が集う施設の改築を計画しておりました。で今回対象にならなかったということですけど、基本的には高齢者が集うところはできるだけ対応したつもりでございますが、今後はですね、そういう施設でも漏れたところがあればですね、安全性並びに緊急性をですね、十分考慮してですね、検討をしていきたいというふうに思います。ジュリマン池田議員。よしき取りがついてない施設とかですね、そういうところもこういろんな面を見ていただいてですね、今後対応をしていただければと、行き届いてないところもあるかも分かりません。私も、今後見ていきたいと思いますので、どうか対応の方よろしくお願いいたします。次に子育て支援についてお尋ねを申し上げ、いたします。旧庁舎の時にですね、私の子どものですね、ちょっと申請とか手続きでですね、2階の方に行った時にですね、あそこ階段上がってすぐ左側のところは元の福祉課のところですね、あそこで、本当職員さん入れ替わってですね、子どものことに対する手続き等ですね、スピーディーにやっていただいて、これがワンストップかということを、旧庁舎でちょっと体験をさせていただきました。新庁舎になってもですね、本当にスピーディーで、スピーディーな、対応していただくとともにですね、本当にありがたいと思っておりますけれども、武雄市のですね、現在の子育て支援の現状についてお尋ねをいたします。牟田福祉部理事。通告では未就学児の子育て支援の取り組みについてということで通告を、いただいておりましたので、それで答弁をさせていただきます。未就学児の主な子育て支援ですが、妊娠期については、妊婦健診の受診票交付などをしております。それから出産後から子育て期間については、児童手当、子どもの医療費助成、
小児時間外診療、乳幼児検診、予防接種、そして、ファミリーサポート事業や子育て広場などの、子育て総合支援センター事業などを実施をしております。議長順番、池田議員。いろいろな支援がある中にですね、以前ですね、合併する前の北方町においては、出生祝い金がありました。出生ですね、すいません、ありがとうございます。出生祝い金についてでございますが、旧北方町の時に、第1子に1万5000円、第2子に2万5000円、第3子以降には5万円という出生祝い金がございました。山内町はありませんでした。旧武雄市の方もございませんでした。これがですね、合併後において、1人につき1万円を給付されておりましたけれども、平成24年10月1日に廃止となっております。今子育て支援教育支援と、一丁目一番地と言われる中に、廃止となっております。そしてその後ですね、24年から26年の3月31日までは記念品として写真立てを給付をされておりました。これ廃止になった、経緯についてお尋ねいたします。牟田福祉部理事。出生祝い金を廃止した経緯について答弁をいたします。出生祝い金については、合併後出生時1人につき1万円を給付をしておりましたけれども、それが平成24年10月1日に廃止をいたしました。これは平成23年12月議会に条例案を提案しご承認をいただいたものです。廃止の理由ですけれども、平成24年度より、子どもの医療費助成について、満3歳未満と同様に、満3歳から就学前まで、県内統一で現物給付化をいたしました。そして併せて、小中学生の入院費についても、市単独で、召喚払いを創設をして、子育て支援の拡充を図ったことに伴いまして、出生祝い金については廃止をいたしました。そして祝いの品ですけれども、平成24年の10月の廃止以降ですね、記念品を給付をしておりましたけれども、平成26年度から、子どもの医療費助成の対象をまた拡充をいたしまして、小中学生の通院費まで、広げました。そういう子育て支援の拡充を行ったことに伴い、記念碑についても廃止をしたところです。議長12番。12番池田議員。市単独でもやられてましたが、今ほとんどその統一して、現物支給になってるんじゃないかなと思っておりますけど、そこについてお尋ねいたします。牟田福祉部理事。子どもの医療費助成の現物給付の変遷と申しますか、どのように変わったかといいますと、平成26年度から、小中学生の通院費まで拡充をしましたけれども、その後もですね、平成29年度には、小中学生の入通院までですね、医療費助成を、現物給付化をいたしました。これについては、県内、合わせて実施をしております。そしてですね、小中学生までの現物給付化にとどまらず、平成30年度からは、
今年の4月からですけれども、武雄市独自で住民税非課税世帯の高校生まで入院費を助成をしております。議長など12番池田議員、市の単独事業からは離れたということですよね。中学生の医療費補助までは。また福祉部理事、現物給付課については市の単独事業からは離れております。議長12番。12番池田議員、さまざまな移住政策、定住政策と、いろんな政策を今打ち出されております。そして子育て支援、教育支援については本当に力を入れておられるところですけれども、今回奨学金の、補助制度もございましたけれども、あれは、移住してきた方等が主に対象になっているんじゃないかなと。もともとここに住んで産むという政策について、今回ですね、この、出生祝い金じゃなくても、何かですね、その、帯とかですね、いろんなこうものがあると思うんですよ。それをもらうだけでも計画の、子育ての計画の一環として取り入れることが、できるわけなんですけれども、そういうものが創設できないか、お尋ねを、本当に、子育てに優しい町として、ここに住んで生まれてよかったと思える町づくりのための一環として、そういうものが創設できないか考えていけないかお尋ねをいたします。また福祉部理事、出生祝い金やその他についても取り組みが創設ができないかというご質問でございますけれども、平成24年10月に出生祝い金を廃止した以降の武雄市の子育て支援ですが、先ほど申しましたように、子どもの医療費助成については、県の現物給付課と、そこを合わせてですね、さらに今年の4月からは高校生までの入院まで対象を広げて、医療費助成については充実をしております。その他にも小児時間外診療につきましては、市内で、年中、無給で、実施をしておりまして、夜中に、子どもの急な発熱や病気などで、遠くに行かなくてもいいという、そういう環境を作っております。そして、子どもの笑顔コーディネーター配置ですけれども、これも子どもの貧困対策事業への取り組みとして、相談支援体制をさらに充実をしております。そして今年の4月からは、市内で病児病後児保育事業を開始をいたしました。このように、武雄市の子育て施策ですけれども、保護者の、ニーズを把握をしながら、そして時代に合わせた施策で子育て環境の充実を、さらに図っているというところです。出生祝い金とか、他の方法でということですが、それも一つの、施策であるとは思いますけれども、出生祝い金については、子どもの健やかな成長を願う、そして出生を、祝福する祝い金として、その時だけの1回限りの祝い金であります。そういう性格のものです。武雄市としてはですね、妊娠期から、そして子育てにかかる期間は長いですので、そういった期間全体を見据えた、子育て支援の充実を図りながら、それを推進をしておりますので、出生祝い金等の創設については考えておりません。議長12番池田議員、出生祝い金を創設してくれと限定したわけではございません。いろんな意味で、本当に
子どもを産むことに対する、お母さんの不安定な気持ちを少しずつでも解消していく、窓口に来ていろんな話をする、こういうものがありますよと、それ一つでも不安を取り除いていく子育ての一つの政策ではないかと思いますし、今言われたようなことは他の市町でもやっておられる部分もかなり私はいろんな分見ましたけれどもありました。その中で武雄市独自の子育て支援について今後長い意味でと長い期間ということでおっしゃいましたので、さまざまな子育て支援について今後考えていっていただければと思います。ありがとうございます。西九州の羽生都市構想についてはかなり牟田議員さんの方からとかからも、いろんな議員さんからも、たくさんの意見が出ておりました。この件についてはですね、4年後の西九州新幹線長崎ルートの暫定開通に向けてですね、本日吉川議員さんの方からも駐車場の話もありました。駐車場を考えるということは、車で来られる、車で武雄温泉駅に来られることも含めてのことだと思います。私も、考えていたのは、武雄温泉駅、そして西九州新幹線長崎ルートを活用するのと同時にですね、武雄北方インターチェンジを、車で来ていただき、武雄駅から乗っていただく、そのためには周辺のアクセス道路、そして、まあ国道34号バイパスも開通いたしました、498のルートも今後発表があるかと思いますけれども、そういう時に、アクセス道路の整備、最短距離最短の時間で武雄に来れるアクセスと、またそれに伴う、市道の整備も今後課題になってくると思いますので、この辺も重ねて、考えていっていただきたいと思います。西九州の羽生都市構想まで終わりました。本日最後の、質問事項に、これだけ1点だけじゃなくて質問事項になってまいりますけど、空き家対策ということで、通告をいたしております。昨年ですね6月の一般質問でも、空き家対策についてさせていただきました。佐賀県においても、4万3400戸、空き家率は 12.8% ということで、緊急な課題ですということで、質問をさせていただきました。実際消防団の危険箇所点検の時にも、実際のと、倒壊家屋に近い物件を見ていただいてですね、ちょっと個人情報等あるので写真は出せなかったので実際に見ていただきました。去年見ていただいて、それから、そこをですね、すぐ隣にですね、家と家の間隔がですね、1メートルもない、その中に、2階の方からもう床が崩れて下に落ち出している、でそれに伴いガラスが飛散している、そういう状況の中、これどうにかできませんかという対応を、ということで、質問をさせていただきました。しかし全然変わっておりません。以前質問 してからですね、これまでの対策の現状についてお尋ねをいたします。高倉まちづくり部理事。前回、平成29年6月以降の危険空き家に対する対策の状況についての質問でございますが、平成29年度に市の空き家対策基本方針をまとめました武雄市空き家等対策計画の策定を行ったところでございます。対策としましては、まず空き家実態調査の折に空き家の所有者の方に空き家の管理等に関するパンフレットを送付をさせていただいております。また消防団等の方より情報の提供を受けておるところでございますが、その空き家については所有者及び法定相続人の調査を行い、文書による改善依頼、また立ち入り調査
助言、指導などの措置を実施しておるところでございます。平成29年度の実績につきましては、文書による改善依頼10件、また直接訪問をいたしまして、改善依頼をした件数につきまして8件になっております。また立ち入り調査 3件、助言指導を行った件数につきまして2件になっております。まあ1件につきましては緊急安全措置を講じたところも1件ございます。また、建物の所有者によります建物除去ということで1件が解体をなされたところでございます。以上でございます。12番池田議員。議長12番。これ26年から消防団にでも、いろんな家屋等の派、調査してですね、提供もいたしております。昨年、質問をされたしてからですね、数字が変わ、昨年もですね、必要最小限の処置を、これまで一件した例がございますという答弁をいただいております。これから先に進んでいるのかどうかお尋ねいたします。高倉まちづくり部理事。ただいま、答弁させていただきましたのが6月1日現在での状況でございます。議長12番。12番池田議員。今年度の6月1日ということですね。昨年の6月にお尋ねしたときに1件、処置をしたということでした。その間からこの6月1日までの、現状が1件だったのか、1件ですよね、確か言われたの。その辺の数について、去年の6月から今年の6月1日までで対応したのかお尋ねをいたします。高倉まちづくり部理事。29年度の実績でございます。議長12番。12番池田議員。29年度の実績ということですね、ありがとうございます。そしてですね、今各自治体でですね、空き家バンクということに取り組んでおられると思いますけれども、武雄市における、空き地空き家バンクの取り組みにおける活動状況についてお尋ねをいたします。高倉まちづくり部理事。市における空き家バンクの取り組み状況でございます。空き家バンクでは空き家を売りたい方、貸したい方につきまして市のホームページに物件を登録し、買いたい方、借りたい方へ情報を提供しているところでございます。空き家の活用を行い、移住定住の促進に、図っているところでございます。平成29年度からまた空き地の登録も開始したところでございます。平成29年度の実績といたしましては新規で19件の登録がございました。また12件の制約に至っております。6月1日現在の登録数は空き家12件、空き地6件、計16件になっております。以上です。12番池田議員。今年度ですね、取り組みについて、活動されているということでお聞きをしましたけれども、今年度ですね、空き家空き地に付随する農地の下限面積の特例について、今年度の1月でしたかね、これについてちょっとご説明をいただきたいと思いますけれども、このこと件についてお尋ねをいたします。前田農業委員会事務局長。
農業委員会事務局からご説明申し上げます。農地を耕作目的、耕作することを目的として買う場合、または借りる場合には農業委員会の許可が必要ですが、農地を買う方または借りる方が耕作する農地面積の合計が5000平方メートルに満たない場合は許可をすることができないという農地法の原則がございます。いわゆる五単要件と呼ばれるものでございます。しかし武雄市農業委員会では、武雄市の空き家空き地バンクに登録された空き家空き地についている農地に限っては、一定の要件を満たしている場合には5000平方メートルに満たない場合であっても、耕作を目的として買ったり借りたりすることを許可をするという特例の制度を今年の1月から始めております。この制度の目的としては、空き家空き地についている農地が将来的に荒れていくのを防ぐという目的がございます。もう一つは、武雄市が行う定住促進政策を後押しするという目的がございます。この制度を設けたことによりまして、例えば空き地空き家バンクを利用して市内の空き地空き家に移住をされた方が、そこについている畑を買って野菜を作りたい、そういった要望に一定の要件を満たす場合には対応できるようになったところでございます。高倉まちづくり部理事。先ほど空き家バンクの6月1日現在の登録数を合計の16件と申し上げましたが、空き家数12件、空き地数6件、計18件でございます。修正型お願いいたします。ジュリマン池田議員、訂正をということで、農地の特例について、ちょっとまだこう聞きたいこともたくさんあるんですけれども、今回その、まあ、これも、バンクに登録しなければいけないということですね。で、情報が流れると。で、まあ、ちょっと使い勝手のいい、情報をこう出していただければなと、この特例についてもですね、出していただければなと思います。この空き家対策について、先ほど、ちょっと私が見た限りですね、その危険倒壊家屋の分については進んでないなという印象がありますけれども、今回この空き家対策に先進的に取り組むということで、今回、武雄市の、和樹の、職員さんが、まあ派遣をされております。この派遣に、職員さんを派遣するに至った経緯についてお尋ねをいたします。水町総務長。この4月から一般社団法人全国空き家バンク推進機構に職員を1名派遣しております。この経緯ということでございますけれども、平成29年9月に当該機構から派遣研修の依頼がございまして、内容を検討いたしました。全国共通の課題となっております空き家空き地問題の解決と地方創生が目的であるということ、それから国土交通省とのパイプにも期待ができるということ、それから公民連携の最前線でマネジメントノウハウの習得ができること、以上の観点から有益だと判断し派遣をしているものでございます。ジュリマン池田議員。まあ、経緯について、まあ、お尋ねをしたところですけど、若干目的の部分まで入ってましたので、まあ、ただですね、各自治体でいろんな、この空き家対策について、取り組みがなされております。昨日ですね、空き家所有者情報の外部提供に関するガイドラインについてということで、国土交通省の方から発表されております。この制度についてですね、そして、これは概要ですけれども、詳細についての部分で、
いろんな自治体の取り組み状況、等がですね、記載をされております。今回、その一般社団法人に、派遣をされた、いろんな先進事例がある自治体ではなく、なぜ民間を選ばれたのか、その目的についてお尋ねをいたします。水町総務長。先ほど経緯の中でも触れさせていただきまし たけれども、全国空き家バンク推進機構は国土交通省が整備いたします全国版空き家空き地バンクの共通のプラットフォームとして、空き家問題の解決に向けて国、それから地方公共団体、民間企業等との情報共有や政策提言を行うための法人でございます。今後の武雄市の空き家対策事業との連携も大いに期待できると判断したところでございます。議長12番。12番池田議員。それではですね、どのようなノウハウ があるのか、そしてパイプがあるのか、その点については後でお尋ねを申いたしますけれども、今回派遣されている職員さんの活動内容と、そして、カズキということは、カズキで派遣ということは、当然武雄市の、職員として、給与と含めたところで、いろんな保障等も含めたところで派遣になっていると認識をしております。それであるならば、活動内容、そして日報ですね、日報等詳細に報告をするしなければならないと思いますけれども、この辺について活動内容と活動内容、そして報告についてお尋ねをいたします。まもなく正午となりますが、一般質問を告げます。水町総務長。派遣しております職員につきましては、当然武雄市の身分を持ったままの派遣ということでございます。全国空き家バンク推進機構に関わる自治体や企業の連携調整、それから政策提言の取りまとめ、マネジメントや企業の PR などがその業務の中身でございますけれども、職員からは毎月活動報告書を受けるとメールでございますけれども、受け取っている状況でございます。議長12番。12番池田議員。今お聞きしたところですね、その業務の内容等を見たときに、なんか実務のような気がするんですけど、その私が感じるその研修っていうのはですね、こう実務を担うのが研修なのかどうか分かりませんけれども、そこ実務と研修についてどう違うのか、ちょっとお尋ねをいたします。水町総務長。当然実務を通じて職員のスキルアップを図るわけでございまして、その情報等についても武雄市の方に逐次報告をさせるといった内容でございますので、その事務を通じたところでスキルアップを図るという中身でございます。議長12番池田議員。この一般社団法人や全国空き家バンク推進機構の、概要について、社団法人の中身について、そのいろんな株式会社とかですね、有限会社とかいろんな、NPO も法人ですし、その法人の、この一般社団法人全国空き家バンク推進機構の概要についてお尋ねをいたします。水町総務長。先ほど経緯の中で、ご説明いたしました通り、空き家空き地問題の解決、それから地方創生を目的として、国土交通省との連携もしながら、各地方公共団体企業とも連携をして、この問題を解決していくというような、業務の事業の中身になっております。体制といたしましては、6名の理事で構成が役員として就任をしていただいておりますし、国内からも他の自治体からもですね、
3名の職員が派遣をされて、この業務に当たっているというところでございます。12番池田議員。各自治体からも3名の派遣があっていると。でそしたら同じような、武雄市の派遣の状況と同じ状況で職員としての派遣があると。じゃあそしたらこの一般社団法人の、職員さんというかですね、実際実務を担われている方が何名いらっしゃるのかお尋ねをいたします。水町総務長。先ほど申し上げました自治体から3名が職員派遣されておりまして、その3名によって実務がなされているところでございます。12番池田議員。私がいただいたこうその法人の概要についてですね、ホームページの写しをいただきましたけれども、理事がこう何人いらっしゃって、その代表者がいらっしゃりが分からない状態でしたので、もし分かればですね、理事長か代表者か取締役か誰かおられると思いますけど、その点についてお尋ねいたします。個人情報にも関係しますので、慎重に慎重に。水町総務長。6名の理事で構成されておりますということでございますが、理事長につきましては前武雄市長の日渡圭介氏でございます。12番池田議員。前市長が理事長ということですね。先ほどちょっとずっと内容についてお聞きしたときにですね、ほとんど実務を職員さんがいなくて、この派遣された3名の方がほぼ実務を担われている、これが通常の自治体のですよ、人事交流等でこう向こうの自治体のいいところを学んでこいと、うちからはうちにも向こうの職員さんを受け入れて、こういいところこっちでもというような人事交流と聞いたことありますけれども、完全に実務を担う、派遣研修というのがあるのかないのか、その点についてお尋ねをいたします。水町総務長。少し誤解をされているようなですので、もう少し詳しく申し上げさせていただきますと、理事につきましては、これはもうすでにインターネット等でも公開されておりますので申し上げますけれども、理事の中には、元神奈川県横浜市長の中田博さん、それから東京大学大学院の教授であります浅見康二さん、それから日本大学スポーツ科学部の教授でございます清水千尋さん、それから元岡山県瀬戸内市副市長の桑原誠さん、それから株式会社ライフルの田中剛さんという方々のメンバーで構成されております。最後に申し上げましたが、そのライフルという株式会社でございますが、これにつきましては国土交通省の委託事業で、この空き家空き地問題に深く関わっておられる会社でもございますので、この会社との連携等も取りながら、その中でうちの職員も日々スキルアップに努めているというところでございます。12番池田議員。全国版空き家空き地バンクの、構築を支援し、平成29年10月から公募により選定した2事業者、アットホーム株式会社と株式会社ライフルが、この事業委託を選定をされております。ライフルさんも事業委託をされております。で、この一般社団法人、去年の6月に確か立ち上げがあったと思います。で、派遣交流
依頼書等来ていると思いますけれども、これについても何か実務が書いてあるような気がいたしますけれども、この、事業所の実態については把握されておりますか。所在の水町総務部長。事業所の実態ということで ご質問の趣旨がよく分かりませんが、事務所につきましては東京千代田区に、あってございまして、そことのやり取りをしているところでございます。12番池田議員。研修というのがですね、こういろんなノウハウを持った職員さん方について回って、ここがこうですよ、実際やってみませんかとこう言われるようなのが研修かなと私は思ってたんですけれども、全くゼロからこうノウハウを蓄積していくような感じじゃないのかなと、思いますけれども、ここについてはですね、まあいろんなかん、まあ、私の見識違いかも分かりませんけれども、新たに立ち上げた新規の会社にですね、武雄市からですね、派遣をしていただく、武雄市内の中にも本当に新しいことにこう本当にチャレンジしたい、しかし人手がない、資金もないというような中に、まあ、人件費だけでも助かればいいなというようなこともあるかと思います。そういったときに、武雄市から派遣をしていただくようなことがあるのかないのか、また武雄市において、まあ、そういう新規の事業に立ち会っていくような人的余裕があるのかお尋ねをいたします。水町総務部長。武雄市といたしましては、過去にもですね、公益財団法人東日本大震災復興支援財団とか民間の企業にも、企業といいますか、法人にも派遣をした経緯がございます。今回は特に空き家問題、空き地問題という武雄市も直面しております大きな問題解決に有効であるつながるという判断のもと、研修派遣を行っているところでございます。静かに。12番。まあ、復興支援財団と今回のは大きく違うと私は思います。それでですね、まあ、2年間派遣をされるということですけれども、いろんな旅費等も絡んでまいります。これの、まあ、この派遣職員さんに関わる、ですね、経費についてですね、この辺は試算をされているんでしょうか。いくらぐらい2年間になりますか。水町総務部長。旅費等につきましては、機構の業務に関わる分につきましては、当然機構が負担をするべき経費でございます。それから、ほとんどが、人件費ということになりますので、これは職員個人の給与費に関係することでございますので、答弁は控えさせていただきたいと思います。12番池田議員。そしたら最後にお尋ねいたします。この職員さんが派遣をされております。派遣先で何か、まあ、事故とあった場合の責任の所在についてはどうなるのかお尋ねをいたします。水町総務部長。きちんと協定を結んでおりますので、双方確認の上対応することになります。以上、12番。12番池田議員。今回4年間の1回目ということで、ざっくりとした質問をさせていただきましたが、これから一つ一つまた課題に、課題チェックを深め、今後も頑張ってまいりたいと思います。これで一般質問を終わります。はい。
以上で12番池田議員の質問を終了させていただきます。ここで議事の都合上1時30分まで休憩をいたします。